まあ、3ヶ月で13キロ、すごい。5キロのお米を3つ分弱おろした。私って本当にダメなのねって言って、で、また食べてと、どんどん広がっていくっていうのが重大な問題です。この方、頑張るけど長いスパンでないと、無理だわってことはもう承知しているんですよね。まあ、1ヶ月半くらい経った頃にいただいた内容を皆さんにお伝えさせていただくとですね、あっという間の前半でした。で、食事の量にも慣れ、夕飯の量は今までの半分くらい、もしかしたら半分以上も減って、それでも満足している自分にびっくりしています。今、エアロバイクの購入を主人が提案してくれて、ダイエットに少し協力的になってくれてますって。ああ、素晴らしい。で、後でお伝えしますけど、教訓一つです。これがね。昨日の夕食なんですが、友人のお店に行くことになって、いつもの夕食よりちょっと多かったかなと思うんですけど、今朝の体重が減っていたので良かったです。これ不思議じゃないですか。私ね、皆さんに旅行行ってください、人生の楽しみは行ってくださいって言うんですけど、その時皆さんは恐る恐る食べていると思うんですよ。だけど、いつもより食べ過ぎる。だけど、帰ってきて体重測ったら何増えてなかった、びっくりされます。多少増えててもすぐ戻りましたとか、こういうご報告をね、よく受けます。この方、自分一人でダイエットしたわけじゃなかったんです。お友達に宣言したんですよ。そしたら、みんな応援してくれているので、諦めるということはできません。先生とは3ヶ月ですが、私はまず1年後の自分を想像して頑張ってますと。病院の先生にも先日褒められました。皮下脂肪が落ちていると、病院のみんなにも宣言していますって来ました。でね、今度はまた用事で4日間お決まりの野菜ジュースも飲めず、ご飯も食べられず、食事はかなり乱れて便も思うように出ず、苦しい4日間でしたと。水分も思うように取れず、出かけるときは本当にリズムが狂うので大変ですと。今朝の体重少し増えてましたが、想像よりも増えてなかったので一安心です。今日からまた気持ちをリセットして頑張ります。体重なんとか戻り一安心です。昨日便も出て少しすっきりしました。昨日の夕飯は疲れが残っていて、眠かったので超簡単に済ませて寝ちゃいました。この方、日々頑張って、今もずっと継続してるんですよ。これは6月の初めか、そのぐらいの話なんですよ。私ね、この方から学ぶことって3つあると思っています。まず1つ目は、とにかく痩せたいから素直に言われた通りのことをやってるんですよ。ダイエットを何回も何回も繰り返している人は予備知識があるわけですよ。ネットでこう書いてあった、このダイエット法ではこう言われたとかね、それをちょっと横に置いてほしいんですよ。否定はしないです。否定はしないけど、横に置いて、このダイエットを再現性あるんだから、あなただけ痩せないってことはないですよって言われたら、あ、そうかって、取り組めばいいだけの話ですよね。そして言われた通りのことをやって、今読み上げた通りのことになっていたわけです。二つ目はですね、家族に強要してない。自分一人で頑張っていたら、逆に家族から協力してくれるようになるっていうこと。私こんなに頑張ってんだから、家族も協力してよみたいなオーラを出しながらダイエットする人って結構いるんですよ。それってどうなのかな？あなたのことですよね。自分の健康のためにやってるのに、家族の非協力的なことがなんか嫌に思うんですかね。結果も出てないお母さんにね、娘さんは応援しないです。結果が出て、はい、8キロ痩せました、10キロ痩せましたって、そのお母さんの姿を見て、真剣だな、本物だなと思って、ようやっとそこから、すごいね、お母さんって思うようになるんですよ。なってもいない状態からは協力はしてくれないっていうこと。これが2つ目。三つ目は、友達にダイエット宣言をしたっていうことですよね。大体の人はダイエットしてることを隠したがる。私も内緒にしていました。
たとえ失敗しても、あの人失敗したんですって、みたいなことが広まらないし、言われない。自分のプライドは一切傷つかないんですよ。だからだと思います。この方は友達に言って、そしたら友達はね、逆に応援してくれて、すごい力になる。もう本人も嘘つけない。その覚悟さえ決まったら、友達がものすごく協力してくれる。この協力ほどありがたいものはないですよ。その3つです。この3つがこの方はね、ものすごいプラスに働いていて、そして13キロ痩せたんですよね。体脂肪も 12.3% を減らすことができたわけです。この方は今もって改善中、私のもとにまだ継続していらっしゃるんですけど、今では30分歩けるようになりましたと。で、周りからも背筋が伸びたって言われますって。でね、自分の体がわかるようになりましたって。そうですね、あんまり脂肪がつくとですね、脳から指令を送って筋肉に伝えるんですけど、それも鈍くなるんかなって思いますね。5分は30分も歩けるっていうことは、僕は歩けるようになったの。そしたらまたまた夢が広がるじゃないですか。将来は旅行に行って楽しくお孫さんともいっぱい遊んでね、素敵な老後を迎えたいなと思ってる、そう思う未来がある。それに少しずつだけど確実にね、階段を上がってるわけです。素晴らしいですよね。この方と3ヶ月終わってズームをさせてもらったんですよね。いろいろお聞きしました。なんかね、まあ、今までお肉いっぱい食べてたんですよ。食べてたけど、すごくヘルシーな食べ物にものすごく変えられたわけですよね。お肉食べたんですって。そしたらね、下痢したって言ったか嘔吐したかっていうことで、合わないっていうことが分かったっておっしゃっていました。卵もそうです。動物性のタンパク質ですかね。私も経験があるので、体質改善中にですね、和食的なものを食べてたんですね。もともとお肉あんまり好きじゃないので取っていなかったわけです。そして家族と飛騨高山の方行って、飛騨牛を夕食で出てきて美味しかったから食べたんですよ。その晩ものすごいことが起こりました。腹痛で嘔吐と下痢で、もうお水飲んでも受け付けない状態になったんですよ。まあ多分あまりにも体が綺麗になりすぎて、脂身の多いものあなたは合わないよということで体が知らせてくれたんだと思うんですけどね。食べ物の選別ができるようになります。そうするともっともっと体の中が改良っていうかされて、アレルギーとかいろんなことが改善されてくるんですよね。そうなると、もう閉めたもんですよね。ずっと続けていこうっていうのはやっぱりおのずと思うと思います。そんなことで、食べ方を変えるとこんなに体が変わって、自分の未来が少しずつだけど明るくなるっていうことをお伝えしました。この方は私を追っかけてるので、またご報告させていただきたいと思います。それでは、またお会いしましょう。さよなら。